ドミトリー・ティモフェビッチ・ヤゾフは、ソビエト連邦の軍人、政治家。ゴルバチョフの時代に、国防大臣を務めた。ソビエト連邦において最後に任命された元帥である。1924年11月8日、ソビエト連邦、オムスク州ヤゾボに誕生する。1941年から赤軍に入隊する。同年から開始された、独ソ戦では、 レニングラード工房船やバルト海港船などに従軍し、勲章を受賞した。戦争終結後も陸軍に残って、職業軍人の道を歩み、ロシアソビエト連邦社会主義共和国最高会議、名称モスクワ不評学校、MV フルンゼ名称軍事アカデミー、参謀本部アカデミーを卒業した。共産党書記長就任後のゴルバチョフが、 極東視察をした際に出会って注目され、1987年1月に人事総局長兼国防次官に抜擢される。さらに、同年5月28日に西ドイツの青年マティアスルストがセスナキでソ連の領空に侵入し赤の広場に着陸した事件が起こると、その責任を取らされる形でセルゲイ・ソコロフ国防相が解任され、公認の国防相に昇格した。 1990年にはソ連邦元帥に昇進した。ゴルバチョフによって大抜擢される形で昇進し、ゴルバチョフ指導部に忠実な職業軍人と見られていたが、ペレストロイカによって民族主義が台頭し、リトアニアをはじめとした各共和国での独立運動を鎮圧するためにソ連軍が投入されて軍部の発言力が増大し、その一方で、 冷戦終結による大規模軍縮の発生で軍産複合体が支えてきた経済体制が軍民転換を迫られて崩壊する中、ヤゾフはゴルバチョフの政策が連邦を解体に向かわせるとして危機感を強め次第に保守化していった。1991年の8月のクーデターでは国家非常事態委員会に名を連ねた。しかし、ロシア共和国大統領、 ボリス・エリチンらの反撃によって、クーデターが失敗すると、ヤゾフは、軍部隊に、モスクワ市内からの撤収を命令して、大規模な軍事衝突を回避し、その後逮捕、収監された。同年12月のソ連崩壊後、1994年には、起訴されたが、その後エリチンから恩赦を受けて1998年7月から、ロシア国防省国際軍事協力総局、 主任軍事顧問となった。2000年から2010年まで、地域間社会組織、GK 重国ソ連邦元水記念委員会を議長として率いた。2020年2月25日、モスクワにて95歳で死去した。ありがとうございます。